昨日は熱い戦いだったな。あいつ高価なラシャ破りやがって本当に。っていうかちゃんと片付けろよな。性格が出てるわ。皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。皆さん元気にしてますか？私はなんとか元気にしております。さあ、ということで、お久しぶりですね。まあ、お久しぶりじゃないけど、お久しぶりですって言っておきます。はい、ということで、まあ、グランツーリスモのアップデートも終わり、そしてアウディのイベントも終わり、そしてザ・クルーツ。さあ、ということで、私、今、サクレオナルドの大豪邸にお邪魔しております。そして見て、このそうそうたる車のメンバー、これはすごい。はい、ということで、まあ、冒頭にもありました通り、こっち、ランボルギーニコーナーです。はい、ランボルギーニコーナー、いいでしょう、これ。夢のようなガレージだな。はい、ということで今日はですね、まあ、冒頭にもありましたけど、もう今日はレースも何もせず、お金稼ぎとか何にもしなくて、とにかく今日はカスタムするだけ、もうカスタムするためだけの動画。はい、ということで私ね、今日はいろいろこの車を、まあ、なんかいろいろ仕様を変えたり、まあ、カスタムして、もう本当にカスタムだけの動画にします、今日は。だからもう車好きの方しか多分見てないと思うんで、今日はもう超マニアックに、車のカスタム改造をしていきたいと思います。ではね、まず順番にもうこのアベンタドール、そして後ろのムルシェラゴ、ウラカンやって、こちらね、458スペチアーレと、これです、レゲーラ。はい、まあ、前回アゲーラはコテコテに改造しました。で、まだ改造が完全に終わってないのがやっぱりいろいろあるじゃないですか。はい、キャリパーの色変えたりとか、いろいろドアミラー変えたりとか、いろいろあるじゃないですか。それを今日ね、やっていこうと思います。では早速このアベンタドールから、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ということで、まあ、早速ね、まあ、カラーとかいろいろやっていくんだけども、まあ、リバリーでいろいろ変えてもいいんだけど、リバリーで変えるよりもこのビジュアルパーツ、ここが大事なんですよね。で、ここが大事で、まあ、とりあえず、まあ、ボンネット、まあ、こういうのいいじゃないですか。別にここまでは僕しないんですよ。ノーマルで乗るか、仕様を変えるかのどっちかなんで、基本的に。だから、例えばフロントバンパーも、ぶっちゃけね、LP750-4SV とか作ろうかなと思ったけど、多分そういう類はできなさそうだね。フェンダーなんかも、まあ、こんなん別にいらないから。で、これもね、ホイールもいろいろ迷ったけど、ホイールもやっぱこれが一番マシなんですよね。だからやっぱりキャリパーは変えるよ、キャリパーはね。で、これだけは変えましょう。だからこういうふうに、変えていきます。はい、変えました。で、サイドもこれね、これどうしようか迷う。これ740アベンタドール S みたいな感じに仕様変えれるじゃん、これで。カーボンだ、これも一応サイドミラーも、まあ、元に戻せるんで、まあ、買っとってもいいかなと思うんですよ。1906円なんで。はい、だからまあどうしよう、とりあえずここはまあいいか。はい、で、ここもまあこんなにカーボンにしてもそんな意味がないので、まあ、アベンタドールに関してはそこまで凝った改造はしなくていいかなと、個人的に思います。あ、リアウィングはつけとこう。リアウィングはね、かっこいいの買っとこうか、リアウィング。これいいね、これ買っとこう、カーボンで。かっこいい。よし、これ買うよ。買います、買います。はい、お金はね、いくらでもあるから。サクレオナルドセレブだからね。ウィングはちょっとかっこいいでしょ、これ。ウィング、あ、ちょっと待って。あ、そうだよね。ウィングはかっこいいね。うん、これで、まあ一応こんな感じでね、一旦終わったら、ほら、ウィングつけるだけでだいぶ、ほら、なんかいかつさ増すでしょ。はい、こんな感じでやっていくよ。で、次、内装ですね。内装で、ちょっとまたいろいろやっていきたいんですよ、皆さんと一緒にね。はい、で、このビジュアルパーツから、ビジュアルパーツじゃないね、ごめんごめん、カラーですね、カラー。ごめんなさい、カラーじゃなくて、ここでした、ビジュアルパーツでしたね。そして、このリアバンパーとかも、まあ、皆さんと一緒に見て、まあ、ああやこうや言って言いながら、まあ、変えたいんだけど、まあ、これに関してはちょっとノーマルの方がいいね。ここはそんなにいじる必要がないな。これは大丈夫ですね。これはじゃあノーマルでいくわ。このままいきます。はい、で、ここで次、内装ですよ。内装で、いろいろ変えりますね。ここよ。こっからが大事よ。ここね、こっからがすごく大事。基本的にはこのインテリアカラーを赤にします。赤にするけど、ここまで真っ赤っかなのはちょっとしんどいから、こういうところで色をね、変えますよ、やっぱりね。皆さんどういうカラーリングしてるのかな。やっぱりコンビがいいよね。これほら、これかっこいい。実際にアベンタドール買うとき、俺絶対このカラーリングするもんね。で、どうだろう、どれが一番、あ、これもかっこいいね。これもおとなしくてかっこいいけど、やっぱりちょっと赤を主張したいから、俺これにするわ。これ、インテリアスタイル、これでいい感じ、いい感じ。あとはこれ何が違う、これ生地だね。生地が違う、質感が違うね。じゃあやっぱり俺、こっちにするわ。どうこれ。そして、おお、カーボンパッケージできるよ、カーボンパッケージ。そう、もちろんカーボンにするわ、これ。
はいはいはい、5080円合計、はい、やってやるわ。はい、完璧に適用しました。じゃあちょっと早速ね、これ乗ってみましょうか。おお、すげえかっこいいな。おいおい、いいじゃないか。これどうどう、完成したよ。ちょっとまあまだまだね、控えめだけど、いい感じで完成したでしょこれで。ちょっと開けてちょっと中見てみよう。これこれで、あの横が大事です。横がね、横がちょっと大事なんで。はいはい、ここ、おお、いい感じじゃん。これほらほら、いい感じですよこれ。このこのアクセントがいいよね、この赤のアクセントがね。でこのあのステッチも赤色っていうのがやっぱいいですね。はい、 OKOK、 よし OK。 はい、これでアベンタドールの改造終わり。はい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 、いいね。これどうしようかな。ミラーもさ、アベンタドール S みたいに感じにしたいよね。どうしよう、あ、迷うな、ちょっと迷うな。ちょっとでも買ってみよう、買ってみよう。ちょっと買おう、せっかくだったら買おうよ。男なら買ってみよう一回、元には戻せるんだからさ、どうせ。はい、ちょっとミラーをちょっと変えてみよう。これでミラーをこれカーボンにしてみる。これちょっと買ってみよう。どんな感じ。はい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 、おお、かっこいい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 、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。おおかっこいいぞ、やっぱり。やっちゃえ日産、あ、日産じゃない、やっちゃえアベンタ。これいいな、これちょっと俺これでいくわ。よし、 OK、 これでアベンタドールの、あのカスタム終わり。はいはい、やっぱいい感じでしょ、やっぱ楽しいでしょこれ。はい、ということで次ムルシーいこう。ムルシー、ムルシー改造しちゃうよ。これはあれだよね、まあ、カラーリバリーとかそういうのはいいけど、まあ、ビジュアルパーツでまた一個一個見ていこう。これは、あ、 GT 仕様か。これはダメだな、やっぱりボンネットは普通だね、ボンネットは。でバンパーがどうするかですよね。あ、すげえ、670仕様があるじゃんこれ。670仕様にする。あとどんなバンパーある。おー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 、ちょっと待って、これ670にな、670にできるんじゃないこれ、もしかして、もしかしては、もしかしてはできるかもしれないね。ちょっとこれ LP670-4SV 作ろっか。これせっかくだったらさ、いけるよね多分。これこれ、間違いなく 670-4SV のフロントバンパーこれなんですよ。あと似たようなやつ、ちょっと微妙だな。ちょっとこれ夜になっちゃったからちょっとよくわかんないな夜になっちゃったな。これどっち、何、どう違う、これ明るさが、明るさがちょっとわかんない。明るさがどっち、こっちだよね。どっちでも一緒か、どっちでも一緒ですねこれ。よし OK、 まあ多分カスタムいろいろしてたら朝になるでしょう。はい、ということでちょっと3にしよう。3、いいじゃんいいじゃん。これ俺これ買ってみる。ちょっと670作るわ俺、670。はいはい、もう金は惜しみなく使うわ、サクレオナルド。よし OK。 でこれ多分確かね、前チラッと見た時にあの670仕様があったはずなんですよ。これヘルメラがあって、ヘルメラがあって、ヘラクレスがあって、あ、ほら来た。これしかもフリーになってるわ、オフィシャルになってるじゃんこれ。あ、フリーで買えれるんだねこれ。これ基本使用料の中に入ってるんだねこれ基本使用料って。はい、これ初期ムルシーのやつもありますけど、あ、あるわあるわ、これあるわ。よし俺これにする、セット済み、オフィシャル、金かかんない。はいはい、そしてこれよ、これサクレオナルドカラーはこれよ。おお、めっちゃかっこいいじゃんこれ、やばいね。これどっちの赤がいいんだろうね、個人的にさ思うけど。これこっちの方が濃い赤だけど、こっちする、こっちの方が明るいけど、まあ、こっちでいいか。はいはい、適用済み。はい、ミラーはもうこの黒のまんまでいいよね。これミラー他なんかある。あー、こんなもんダメダメ、こんなんダメダメ、もうこれでいいわ。はいで、サイドだけど、あー、こういうのにしないといけない。670は基本的にこう黒だから、これこれだね、これにしよう。これちょっとまあ、これとりあえず買って、いい感じに金使ってるぞこれ。リアフェンダーは特に、あ、ダメだね。で、ここよ、ここ。ウイングよ。あるか？あ、これだ、これだ。もう670仕様あるじゃん、これ。670仕様があるぞ。おー、ちょっと待って。エンジン、ガラスエンジンフードのところを、ここ変えないといけないんだけど、ここ変えれるの？これ。あ、変えれる変えれる。670仕様あるわ。いきなりあるわ、ここ。これこれ。やべえ、これ670できるよ、皆さん。これ。やばいやばい。これ買うわ。はいはいはい。そして、次よ、これ。これこれ、はいはい。これこれ、670よ。はいはい、670できたよこれ。さあ、そしてちょっとまあ中内装はね、やっぱりどうしても670仕様は SV って入って、真っ黒なんですよね。そこだけはちょっと多分来れないから、俺、あ、できるのかな、その前にこれ黒でやって適用できるのかな。適用済みになってるからダメだ、やっぱり。俺ここはもう赤にさして、ここはもうちょっと赤にしないといけないから、これでインテリアはまあちょっと変えます。でここも綺麗にコンビにするけど、見て、ドアのほら、注目は真ん中のドアのところ、あそこのカラーリングがすごい大事だから、この色かこれだね、これにする必要があるね。これ真っ赤っかだからね、あー、でも微妙なとこだな、これ微妙だな
どうしようかな。これこっちの方がかっこいいんだけどね。こっちの方がかっこいいけど、どこが違う？どう違う？どこが違う？センターコンソールは別に一緒だから。あ、はいはいはい、コンソールのとこだ。ここが赤いんだわ。このヘラクレスじゃなくて、あのダイヤモンドステッチのとこが赤いわ。こっちだったらそうじゃない。うん、でもなんか仰々しくないのはこっちだけど、個人的には俺こっちの方が好きだわ。うん、これにするわ。はい、これでインテリアもまああのこっちの質感がいい方がいいし、そしてここカーボンパッケージにできるはず。はいはいはい、完璧いいのよ。これよ、これこれ、もうこれ完璧だわ。合計3727円。はいはいはい、どうですかこれ。はい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 、おお、すげえすげえ、670になった。オッケーオッケー。これあとあれじゃん、あとあれじゃん、これあれだよね、あのステッカー貼らないといけない。 SV のステッカーを誰かからこれ買い取らないといけない。これ誰かから、はい。で、僕個人的に、あ、これこれ、こういうのこういうのこういうのよ、こういうのよ。でも個人的に、あ、もう SV になった。すごいな、 SV になったわこれ。はい、で、これちなみにね、僕ね、あのドアミラーの下に SV ってある方が、これの方が好きなんですよね。このこっちの方が好きなんだけど、これ両方にあるな、両方にあるけど、俺これで主張したいな。この人 SV うまいな、これ結構。うん、どうしよう。この SV っていうので、これ結構センスがね、結構出てくるんですよね。センスがね。はい、これでもあれだな、俺これカスタムしてるだけでこれ本当終わるわ。あ、これいい、これいい、これめっちゃかっこいいわ。この子うまいね、この人うまいよ結構。おうおうおう、これにしよう、これにしよう。はい、 670SV 完成したわこれ。はいはい、 OK。 これにこの子の これ買ってあげるわ。これ買ってあげる。はい、誰か知んないけど買ってあげる。お金入ったでしょ、喜んでよ。はいはい、俺、うわ、めっちゃかっこよくないこれ。やべえ、これ、うお、これやべえ、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 これめっちゃかっこいいじゃん、これ。ちょっと、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 おい、おい、おい。これやべえな、これ、本当にカスタムしてるだけでこれ終わるわ、これ。豪華2本立てなんじゃないこれ、ほら。はい、完璧いいの。あ、惜しいな、惜しいな、俺。ここは黒くてよかったな、ここ。この部分黒くてよかったんだけど、この、まあいいや、まあいいや。いや、でもいい、おお、サクレオナルド一周映った。うわー、すっげえ SV できたわ、マジで。いや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 、おい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 、これやばい。ということはよ、ということは俺これペルフォルマンテができるってことだよね。ペルフォルマンテ、まあ、やるかどうかわかんないけど、とにかくやるよ俺、カスタムするよいくらでも。まあ、このボンネットは特に何もいじらなくていいわ。これボンネットはいいよね。で、ペルフォルマンテ作るのが結構難しいかもしれないね。ペルフォルマンテはエアロパーツ一応、あ、これかっこいいな、これかっこいいな、意外と。これ結構気に入ったぞ。その前に、これペルフォルマンテあるんですかこれ。なんかコメントではありますよっておっしゃっていただいて、教えていただいたんだけど、まあ、ホイールとかもね、まあでも似たような感じのあるな。でもちょっとキャリパーはまあ赤に変えれるし、あとミラーなんかも、あ、やっぱこれの方がいいな。で、これも、あ、まあまあまあ、でもペルフォルマンテだったらなんか変えるもんね。多分、そのパーツとかで。あ、なるほどね。うん、よし、これペルフォルマンテにはしなくていいか。ペルフォルマンテにはしなくていいから、ちょっと凝ったカスタムをちょっとやってみよう。じゃあ、はい、 OK。 じゃあ今から変えるのは、ちょっと一応ここバンパーはノーマルのままいって、ここね、キャリパーをまず赤に変えよう。ここビジュアルパーツで、ここいい、ここいい、フロントもいい、フェンダーもいい。で、ここでとりあえずホイールはこれでいいから、キャリパーだけはもう、これが作レオナルドカラーはもうこれで決定なんで、まあいいでしょう。で、ミラーもこのまんまにして、サイドはまあちょっとアクセントつけようか。アクセント、ちょっとサイドアクセントつけよう。ちょっとここはアクセントつけて、まあカーボンにして、で、まあリアフェンダーもいじりません。で、ウイングつけよう。ウイングはペルフォルマンテ仕様のウイングとかないから、まあとりあえずちょっとカーボンでも買っとくか。これでも、いや、ちょっと微妙だな、なんかあんまかっこよくないな。なんかあまりかっこよくないな。はい、とりあえず、まあ、ウイングはやめて、まあ、リアバンパーでここでなんか面白いのがあったら変えるけど、今のところ俺が、おいおい、これはちょっとダメだろ、あ、ちょっとそんなに気に入るもんがなかったな。はい、ということで、ちょっとあとはもうインテリアですね。まあ、インテリアも赤基調にして、これがね、もうサクレオナルドカラーだと思ってください。はい、これはね、シザードアじゃないから分かりやすいね。向こうにちゃんとドアのカラーリング全て分かるようになってるからさ。みんなはどういうの好みですか。これはあえてこういうステッチだけ赤色にする。いや、でもちょっと赤のちょっとアクセント欲しいよ、やっぱりアクセント欲しいよ。お、これにするわ。これやっぱりこういうね、アクセントがやっぱり綺麗ですよね。で、生地の質感、これもスウェード型にして、で、カーボンパッケージ、
はいはい、もうこれかっこいいな、もうこれやばいな、もう。はい、3991円やるわ。はいはい、どうですか、これ。これもほらほら、もうカスタムだけでもこの動画1本撮れるって、これすごい面白いわ、これ。これ見てる方も楽しいよね。大丈夫？レースしろよと思ってない？本当に申し訳ないです、それだったら。はい、これもこれ、はい、この質感と、このほら、もう感覚よ、カーボン。これいいね。やっぱ楽しいな、ザ・クルーは、これ、マジで、ほら。やばいな、これ。うわー、これもちょっとこれやばいよね。これちょっと、これすごいな。670できたよ、俺、本当に。これめっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいんだけど、これサムネにしよう。これ、670サムネにしよう。これアベンタもほら、これ最強の改造してさ、これもいいよね。このアベンタもめっちゃかっこいいよね。すげえな。俺これめっちゃ楽しいよ、今これ。 はい、ということで、次あとレゲーラとフェラーリだけやったら、終わろっか。はい、俺これ今日ね、今日色変えるから、もうこれでカラーをもう白にしますからね。ここでスタンダードもいいから、ここでもう純白のビアンコイシスのフェラーリをまず作ります。はい、これでビアンコ、そして、メタリックとか何もしない。で、こっからですよ、こっからね。こっから俺またフェラーリ変えるよ。はい、そしてリバリービジュアルパーツとか、なんやかんやら。ほいほい、はい、ここフロントバンパー、ここはもうね、純正の458スペチャーレのままいきます。はい、フロントバンパー、ここもいじりませんが、こんなのがありますよということですね。なんかこれ、ライトがすごいクリアですごい綺麗だね、これ。多分白くしてるんだけど、ほら。はい、まあやりませんけど。で、こっちですね。次はフェンダーも、まあこれは純正のまま置いときます。で、ここですよ。はい、ホイール、まあこれ黒にしたいけど、なんかあえて俺このまま置いとくわ、458スペチは。はい、で、キャリパーはすいません、赤にします。これはフェラーリ仕様、これはもう赤にしますんでね、よろしくお願いします。はい、で、適用済みして、まあミラーも、ああ、こういうのかっこいいよね。こういうのかっこいいな。俺ちょっとごめん、これ入れるわ。イタリアンカラー入れさせて、俺これ。ザ・クルー1でも入れてたんですよ。これやるわ。はい。で、ここも、アクセント、これはいいか。これはいいな。なんか、で、フェンダーも特にそんなに変えるところがないからいい。で、ウィングもね、つけない。ここはね、458スペチはごめん、つけない。で、リアバンパー。ここも、ああ、でもかっこいいな。結構かっこいいな、これも。でもこの辺はないな。この辺ないな。これ何、これ怪物みたいな。モンハン出てきそう、モンハンに。モンハン。モンハンはないだろう。よし、そしてここよ。さあ、フェラーリの場合はね、もう完全に、あ、もうこれ決定だ。もうこれ、もうこの、あ、決定でもないか。これ、フェラーリの場合はここからが大事で、まあ、白の場合はね、全部赤でもいいんですけど、これ実際に本当に車で乗るときは、ダッシュボードとか赤くしたら、前にも言ったけど、晴れの日に、天気がいい日に外走ったら前が見えないんですよ。赤にすると反射して。だからしないけど、まあちょっと今日はセンスよくするわ。もうちょっとおとなしめな458スペチャーレを作ろうか。はい、これでもかっこいいんだけどね。これもなかなかいいんだけど、まあまあ、でもちょっと、なんかあえてこれ迷うな。でもこれちょっと俺これにしたいな。でもこれでも、ちょっとあれが気に入らないな。ドアのところの上半分だけ赤っていうのは気に入らない。これをやるんだったら、もう内装全部赤にしたいぐらいだから、やっぱりダメだな。やっぱりちょっと今回は控えめな、これでいくわ。これでいって、内装の質感だけ上げて、そして、まあ、これはもともと選ぶところがないか。オッケーオッケー、これでいい、これでいい。はいはいはい、オッケーよ。はい、どう？まあまあ、アクセント的にはいいでしょう。あ、でも458スペッチあれだな。基本的にさ、俺これ、サイドミラーのこのイタリアンカラーは、この運転席だけでいいんですよ、これ。助手席は普通の白でいいんだけど、まあいいか、これで。よし、これとりあえず乗ってみますよ。はい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 。よし、オッケー。これ面白いな、マジで。これ本当に性格出るよね、これ。はい、オッケー。さあ、お、アベンタに、ウラカンに、670に、かっこ670もどきだけど。はい、一応これ、ステッチは赤色だっけ、これ、もともと。ちょっと覚えてないけど、こんな感じになりましたよ。はい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 。そしてこっち、最後、これ見て、これサクレオナルド、ほら、これ嬉しすぎて、これ喜びの舞を表してるよ、これ。ほら、影見て、影。 はい、ということで、今からこの一番高い車、このレゲーラを、今からちょっと改造します、カスタムします。はい、これに関しては結構ね、カスタムいろいろ賛否両論あると思うんだけど、ちょっとね、だってあんまりカスタムされたレゲーラって見たことないからさ、ここもなんか、自分の性格が出るなと思うよね。はい、まあボンネットはこれでいいわ。なんか流れるようなこのボディライン、これ新幹線の先頭みたいな感じの、この流れるようなフォルムが美しいから、俺これにするわ。はいはいはい。お、これ、あ、
ああこれかっこいいね、これかっこいいね、カーボン。ああこれちょっとごめん、これ気に入ってしまった、これ。 あとはちょっと待ってね、あとはどんなんがあるか。ああなるほどな、ごめんね、俺ちょっとごめん、これ気に入ったわ、俺これちょっとやばい、俺これ買うわ、これちょっと13,613円か、高いけどこれちょっとかっこいいわ、俺これにするわ。で、ホイールはもう、これでいいんですよ。ホイールはもうこれでいいから、キャリパーももちろん赤よ。うわー、これもやばいね。これもかっこいいぞ、これ。よし、OK。そして、ミラーが、ミラーもカーボンにしちゃうか。もう、これカーボンしちゃおう。もう、最強のレゲエラを作ろう。最強のレゲエラを。ちょっとここ分かりにくいからこっち行きます。できないのか。できないのか。できた、できた。で、できないわ。やっぱりこうなるわ。こっちちょっと今逆光なんで見にくいですね、今ね。で、まあ、サイド、ここもカーボンあるよね。でももともとカーボンだな。もともとカーボンだけど、そこにこの赤いアクセントラインを入れるっていうのはいいよね。表、赤いアクセントライン入ってるから、これにしよっか。これ入れよう。そして、リアウィング。ここやっぱりカーボンですよね。これいいな、かっこいいな。よし、これつけるぞ。これつけます。うわ、たっけ。たっけ、これ。めっちゃ高いけど、金持ち喧嘩せずだ、サクレオナルド。どんどん契約しろ。さあ、どんどんディーラーで、どんどん契約しろ。よし、OK。これもちょっと変えたいな。これアクセントしたらこれ揃うな。やばいな。こんなに気にせず買い物してみたいな。すげえな、これ。ちょっと待って。うわ、いかついな、これ。でもやっぱり俺個人的にはこれがいいな。これ気に入ったわ。これ買うわ。よし、OK。いや、俺すごくないか、これ。ちょっと、これはすごい贅沢だな、これ。さあ、そしてインテリアも赤色にするけど、こっからの、このセンスが問われるよ。ここ全部赤にするか。全部赤もかっこいいな、レゲエラって。結構かっこいいな。ハンドルが赤いからさ。なるほどね。俺これにするわ、じゃあ。俺これ、これ、これで買う、これで買う。これにする。そして、インテリアどんな感じ？やっぱこっちの方がいいね。こっちの方がかっこいいよね。どう？これ。うわー、もうやっべ、めっちゃかっこいい。これ適用するわ。OKOK。すげえ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 か。すげえすげえすげえ。うわわわわわわ。すげえ、めっちゃかっこよくなった。ちょっと待って、これめっちゃかっこよくない？これはかっこいいでしょ、これ。いや、これはすごい、これすごい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 。おい、ちょっと助手席乗って、これ助手席乗るわ、これ。うわ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 。これどう？これはかっこいいでしょ、これ。これはかっこいいね。すっげえな。ていうか、すげえ。ドア開けるところ、あんなにケーニグセグレゲーラの、ていうか、ケーニグセグのマークなんだね、あれね。すごいね。うおー、これはかっこいいよ、マジで。やっば。すっげえ、これ。これはいいね。これはいいね。これはかっこいいよ、マジで。うわー。いや、これどう？これ一番金かけたよ。カスタム一番高いよ、これ。いや、これはすげえな。これ、もうこの動画やばいわ。俺個人的に今日結構楽しいんだけど。これはすごいぞ。これは。これちょっと、これアベントもめっちゃ気に入った。早くドライブしたい、これで。てかもう、早くもうみんなの前に現れたいわ、これで。ということで、うわ、すっげえやばいな。俺これ一番の力作だよ、これ。これ670が一番やばいよ、これ、本当に。まあ、670もどきだけどね。670もどき。これやば。これやばいね。すっごいかっこいいな。これはちょっとやばいだろう。SV のマークがちょっとでかいのが気になるけど、でもいいや。でかさは主張するよ、これ。すっげえ、このアベンタのこのウィングもこれかっこいい。これ買ってよかったわ。どうです、皆さん。これじゃあちょっと一瞬きれいに揃えようか。うわ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 。これは美しいね。このフェラーリも。フェラーリ、今回このフェラーリは、ホイールはこの普通に黒にしなくて、チタニウムグレーにせずに置いとくわ。もうこれにしとくわ。これにしときます。やっべえ、これ。これはやばいね。これはもうやばいしか言ってないね。これ かっこいい。これでまたちょっと早く走りたいね。いや、すげえ。これレゲエラもこれかっこいいでしょ。これ結構いい。これなんか日の丸仕様になってるよね、これ。白に赤だからね。これはすげえわ。これ実際にこんだけカスタムしたレゲエラとか止まってたら、もう多分人だかりになるだろうな。ていうか、普通の人レゲエラ知らないよね、多分ね。車好きぐらいだろうね、知ってるのね。これ見たって、多分普通の女性は変わった車だなって思うぐらいで、多分これが3億円するなんて誰も思わないだろうね。それだったらまだ、レゲエラよりも安い、普通に6000万ぐらいで買えるこのアベンタドールの方が、多分、うわ、すごいってなるよね、多分ね。
でも本当の車好きはレゲーラとか見たら多分気絶しそうになるよね、こんな車見たらね。いやもうやばいからね、本当に見たことないわ、レゲーラもアゲーラも。はい、ということでこんな感じで今日は本当にカスタムするだけで終わったけど、まあね、あのフェラーリ FXXK で初めて今更知ったのかよって突っ込まれたけど、あのブレーキキャリパーの色が変えれるっていうことを知って、いろんな車で試したらどんどんカスタムできるというふうに分かったので、まあこれはもう仕方なくやるしかないと思ったんで、もうどうせカスタムするんだったら皆さんと一緒にね見ながらやる方がいいじゃないですか、こうやってワイワイ言いながら、まあ一人で言ってるだけだけどワイワイは。だから今日動画にしました。いやありがとう皆さん、本当に俺今日こんなに楽しいことなかったわ本当に楽しかった、これやばい本当に。はい、ということでまた皆さん本日もご視聴ありがとうございました。今日カスタム全部カスタムしたんで、今後このまたこの車たちでしっかりとね、あの走っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは皆さん本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクでした。さあドライブするか670でかっこもどき。